本見ながら野菜を食べるわよ。ビーガンを敵に回しましたね。あれは飲み物の霊夢がどういう風の吹き回しだ。私は戦隊もののイエローじゃないわよ。え、カレーって飲み物じゃないのか。フランがイエローだったぜ。で、なんで野菜を食べるんだ。とりあえずこれを見てよ。お、これまでに投稿した動画だな。まだ視聴していない動画があったら確認してほしいんだぞ。これを見て何か気づかない？チキンステックうまかったな。豚の角煮も分厚くて美味しかったからまた作ってほしいんだぞ。フランがいい子にしていたらまた作ってやるんだぜ。やったー、マリサ大社。まらっしゃい。そんな箸にも棒にもかからないやりとりはいらないのよ。フラマリが好きな層もいるんだぜ。そうだぞ、ファンサービスなんだぞ。わかる人にしかわからない会話やめて。よく見なさい、サムネイルが茶色ばっかりよ。言われてみればそうだな。初回以外こってり料理なんだぞ。茶色料理は美味しいからね、しょうがないね。というわけで、今回は動画リストの色合いを意識して野菜メインの料理よ。理由が斬新だぜ。今回の材料はこちら。ピピー、ビーガン警察なんだぞ。ビーガン料理じゃないわよ。キャベツとベーコンってなんだ？野菜炒めか？今回はわさび醤油でいただくキャベツステーキよ。メインはキャベツで、ベーコンは脇役。キャベツ少なめベーコンマシマシわさびわさわさがいいんだぞ。わさびわさわさって何？まあ霊夢が作るんだから簡単な料理だろ。嫌味な感じだけどそうよ。キャベツ切ってベーコンと焼くだけ。料理初心者の視聴者は要チェックなんだぞ。それでは調理開始よ。まずはキャベツを切るわよ。一人前は8分の1玉くらい。芯を残して切るのがポイントだぞ。芯がないとバラバラになるんだぜ。今回は2人分調理するわ。あれ、1人分足りないんだぜ。すまんなマリサ、この後使うフライパンはキャベツ2切れが限界なのよ。すまないんだぞ。なんだいじめか？訴えてやるんだぜ。まあマリサがこの後の洗い物やってくれるなら分けてあげてもいいわよ。暴力でな。ひぃ、怖いんだぞ。冗談だから、ちゃんと分けるから。気を取り直して、次はわさび醤油を準備するわよ。醤油にわさびを入れて混ぜるだけ、超簡単。参考元は刻みわさびだったけどまあ刻みじゃなくてもだ。おやおやおや、おや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 。霊夢、今何年だっけ？確か令和18年だよね。霊夢は未来人だった。視聴者様は気をつけような。気を取り直して、わさび醤油を準備したらキャベツに小麦粉をまぶすわ。これって何のためにやるんだ？焼き目をきれいにつけるためじゃない？ご存知の視聴者様はコメントで教えてほしいんだぜ。よし、下ごしらえは終わったから焼いていくわよ。油を引いて熱したフライパンにキャベツを置くわよ。気持ち強火で。焼き目がつくようにしっかり焼くんだぞ。塩を適量振りかけたら蓋をするわ。さあどうなったかしら。トングで掴みづらかったから手でやっちゃうわ。ちゃんと手は洗ってるんだぞ。当たり前体操。まあ良い感じね。右はもう少し焼き目つけてもよかったんだぜ。もう片方の面を焼きつつ、ベーコンも焼いていくわ。ベーコンもしっかり焼くんだぞ。キャベツはいい感じになったからフライパンから取り出すわよ。形が崩れないように気をつけるんだぜ。よいしょっと。YouTube のサムネイル用にキャベツは一切れのみ盛り付けるわ。サムネイル用の写真撮影を毎回頑張っています。キャベツを抽出したら引き続きベーコンに火を入れましょう。これを器に盛り付けるわ。ベーコンの盛り付け方でセンスが問われるんだぞ。インスタ映えさせたいけど盛り付けが難しすぎ。こうなりました。キャベツの焼き目を見せつつベーコンを敷いてみたんだぞ。まあ9大点って感じかな。仕上げにバターを置いて。置いて。置きにくい。置けた。おめでとう。わさび醤油をかける。最後に塩コショウで微調整して、完成です。なかなかいい見栄えになったな。焼き目が香ばしそうなんだぞ。早速いただきましょう。バターを全体に塗りたくってと。せっかくいい感じにバターを置いたのに崩しちゃうんだな。まあ料理ってそんなもんだろ。ではでは、いただきます。美味しいわ。キャベツの外側は食感を残しつつ、内側はくたっとジューシー。わさび醤油とバターの組み合わせもマッチしているわ。次はベーコンと一緒に食べるんだぞ。ベーコンの旨味が絡まって食べ応え抜群なんだぞ。腹持ちも良さそうだから、夜遅い時間に食べても罪悪感少ないかもな。さて、今日の動画はどうだったかな？とても簡単だからぜひ概要欄の参考元のレシピも確認してね。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするんだぞ。登録者数少ないので今なら子さんを名乗れるわよ。底辺すぎ。頑張って成り上がるから応援よろしくね。それでは次回も。
ゆっくりしていってね。